余命2ヶ月、お母ちゃんは絶望のどん底に落ちませんでした。はい、いってらっしゃい。お母ちゃんがしてくれたのは、探偵さんに頼んでたらこんなにもすぐに見つかったんですね。わお、えいっ、家出した父を連れ戻し。おお、あゆこ、え、大丈夫大丈夫、妹。潰れかけの銭湯を再開。はい、いただきます。そして弱い私を独り立ちさせること。すごい、ね、私たちにも書き方教えて。私には立ち向かう勇気なんてないの。逃げちゃダメ、今自分の力で何とかしないと。この先何も分かってない。分かってる。分かってないよお母ちゃん。私にはどうしてもやらなきゃいけないことがまだある。お母ちゃんの遺伝子ちょっとだけあった。この家にいたいです。当たり前でしょ。あの人から生まれた君たちが羨ましいよ。お母ちゃんの前では絶対悲しい顔しないこと。みんなにお願いしたいことがある。お願い。私たちがお母ちゃんのためにしたこと、それは家族だけの秘密です。湯を沸かすほどの熱い愛。